はい、こんにちは、浅井です。今回はまずここ数日の間に届いた僕の質問ばかりの投稿をいくつかご紹介します。今回のフェイトコラボはストファイコラボの原作再現ダンジョンのように新要素が追加されるわけでもなく、新キャラはレア度を釣り上げられ着せ替え枠にされたせいで交換もできず値段も上がり、要望があった桜が強化されるも現状に合っていない 80% 以上強化はそのままで微妙な性能、その他のキャラも新武器が優秀なものと既存武器の代用になり得るものが少しあるくらいで本体性能はひどいものばかり。こんなものが集大成とか言っているのは運営の総意なんでしょうか。モンハンの強化を見てからフェイトの強化を見ると、もう石獣じゃないガチャは強くするどころか真面目に調整する気すらないんだなという感じですね。もう今後は石6個とかのガチャは武器で使えそうなものをつまむだけで確定ガチャすら回す意味はなさそう。神技流でストーリー出すならフェイトでも出せよって思った。フェイトコラボ楽しんでますか？僕は裏マモを周回してました。来週からは神技流が来ますね。フェイトだけこんなに被ってんの草。運営はフェイトに恨みでもあるんですか？なんでこんなにイベント被せてくるんですか？扱いがひどいからコラボしてほしくないんですよ。まあ確かにフェイトに関しては、もちろんそのフェイト自体が人気作品なので結構まあシビアな目線でね見る人がちょっと多かったり、あとまあ僕のコミュニティがちょっとそのパズラに不満持つ人が比較的多いっていうね、そういうのもあるっちゃあるんですけど、ただそれを考慮したとしてもフェイトコラボについての感想というかまあ愚痴がここ数日の間本当に尋常じゃないぐらい多く届いてます。質問箱だけじゃなくて動画のコメントとかもね結構そういう傾向が強いかなっていうふうに思いますね。でそういうのってまあ一応そのどんなイベントコラボについてでも毎回多少はあるんですけれども、フェイトだけはやっぱり段違いでそれが多いんですね。で今回なんでそのフェイトコラボだけこんなに風当たりが強いのかっていうことなんですけども、まあこれはまあいろいろ理由があるとは思うんですけど、まずその一つに単純にキャラクターの性能が相対的に低いっていう風に感じてる人が多いからだと思うんですね。例えばコラボ開始当初目玉キャラの一つであったマトウサクラ、こちらはキャラクターとしての人気も非常に高いんですが、変身キャラなんだけども、その変身するまでに30ターンかかるっていうのが、まあ、ちょっと重すぎるんじゃないかっていう声が多く上がっていて、でそれを受けた、まあ、運営というか、まあ、山本プロデューサーですけども、調整しますよっていうことで、25ターンに修正されて、まあ、その他いくつかのね情報修正が入りました。で、まあ、結果それなりに強くなったんじゃないかっていうふうにね感じた人が増えたんで、まあ、これ自体は良かったかなっていうふうには思うんですけれども、その後に先日2日間だけ復刻したモンハンコラボ、そして明日から復刻する神技流シリーズなど、ほんの数日間の間に立て続けにガチャが登場し、さらにそのいずれも各モンスターが結構な大幅情報修正をもらっているんですね。まあ、一番わかりやすい例を出すとディーナ、こちらは18ターン変身で2種上書きしつつのドロップ生成スキルを1ターンで打てると、まあ、もちろんロックっていうデメリットはあるけどね。サクラの情報修正からまだ1週間も経っていないにもかかわらず、よく似たタイプのキャラが変身ターンも変身後のスキルターンも上回るような情報修正をもらっている。これってどういうことなのと。もちろんその用途も違うし、活躍のタイミングも絶対違うし、あとはその各々の個人的な好みの差とかもあるから単純な比較が難しいのはこれは当たり前なんですけども、サクラ単体では確かに強くなっているはずなのに、それよりももっと強烈な情報修正をもらったキャラが後から追加されたことで相対的に微妙じゃねっていう評価になってしまった。まあ、今回サクラを例に出してますけども、コラボ全体としても結局そのフェイトコラボ不遇じゃんっていう風に感想を抱いた人が、まあ、今回結構多かったっていうことなんでしょうね。でちなみにこれ去年も似たようなことが実は起こっていて、去年のフェイトコラボ開催が9月の、まあ、半ばから末にかけて、この時にマトウサクラが登場しているんですけれども、30ターン変身とはいえ、まあ、当時としては非常に強力なキャラだったんですね。ただその直後に登場した1ターンで闇を6個生成できる KOF のオロチとか、あるいはそこからさらに1ヶ月もなかったかな、1ヶ月足らずで鬼滅の刃コラボの炭治郎が、まあ、同系統のスキルにもかかわらず18変身だったこととか、まあ、そういった後から出てきた超強力なモンスターとの比較で桜の性能がおかしくねってことで相対的に不遇っていう扱いになっていったんですね。
で、それと同じ流れっていうのが、今回、たった1週間の間に、まあ、起きてしまったと。まあ、そういう状態なんですよね。あと、性能以外の話で言うと、イベントそのものへの力の入れ具合ですかね。大きな要因としては。以前、その山本大輔氏がツイッターで、今回のフェイトコラボは集大成と言えるほど、まあ、やりきったっていうような発言をね、しているんですけれども、その集大成感があるようには思えないっていう風に感じてるプレイヤーがどうやら多いみたいで、その、まあ、認識の差というか、まあ、温度差がちょっとあるような状態が、まあ、見受けられるんですね。で、その理由っていうのがまず一つに、前回のストリートファイターコラボにて、スト2を再現した特別なダンジョンがありましたよね。これはあのさっき冒頭で紹介した質問箱の投稿でもあったんですけど、そういった作品の魅力とか世界観っていうのがわかるような工夫を取り入れたっていうことが、もうスト2に関しては非常に評判良かったんですけども、まあ、フェイトに関してはそういったものが特になく、ただいつものダンジョンとガチャがあるだけだったっていうこと。で、しかもそのフェイトコラボ開催中に重ねてモンハンコラボが開催される。しかも強力な武器の追加とか既存の情報修正が文句なく強いと。これはさすがに作品に対して、フェイトに対して失礼なんじゃないか。で、しかもその上、ジンギリュウも強い上にストーリーダンジョンまで追加される。まあ、こっちはあのコラボじゃないんだけれども、やっぱりその明らかに比較されてしまうようなその性能のキャラであったり特別なダンジョンとかイベント内容が存在する。そもそも桜だってユーザーがこうわーってこうごねられてで対応したようなレベルだったのに、それで集大成ですとかっていう風に言われても、なんかやってることむちゃくちゃじゃないかっていう風な、そういう感想を抱く人が非常に今回多かった状態なんですよね。まあ一応ここでそのちょっとね、あの運営を擁護するようなことを一つだけ言わせてもらうと、コラボっていうのはもちろんその版元さんとのすり合わせっていうのがあった上でその内容っていうのが全部決まっているはずなんで、性能も含めてね。だから全てのコラボイベントを全く同様の内容に統一するっていうのは、まあ現実問題として難しいとは思うんですよ。だからまあその多少の差が生まれてしまうっていうのは一定仕方ないなって思えることもないわけではないんだけど、ただそれによってもう致し方なく生まれてしまう格差っていうのをできるだけ感じさせないような工夫っていうのは全くもってしてないなっていうふうに僕は思うんですね。まあ、そう思う理由は細かく挙げていくとキリがないんですけど、まあそうだな、一番わかりやすい例で言ったら、フェイトコラボが石6個だから弱い、モンハンコラボが石10個だから強い。もうこの時点で、あの、モンハンを贔屓していると思われても仕方ないし、それによって、その、フェイトのファンの人たちがどう感じるかっていうことを考えたら、まあ、普通はやらないですよね。と僕は思いますよ。フェイトコラボ単体では、その前回よりも、その、いくつか改善されていたとしても、これだけ短期間でわーってこうガチャが更新されていくゲームで他と比べるなよっていうのはさすがに僕は無理な話だと思うんで、そういうユーザーが抱える感情っていうのを解きほぐして納得感を与えるような工夫っていうのは一切できてないなっていうふうに僕は感じますね。まあ、そんな感じで、まあ、フェイトコラボが実は今日明日で折り返しなんですよ。まだあと1週間あるんですね。けどなんかそうやって新しい要素がモンハンとかジンギリュウとかっていうかどんどん追加されて、なんかもう言い方悪いけどもちょっとなんか空気になってるなって思うんですよ。まあ、もしかしたら来週またなんかその後出し強化みたいなことをするのかもしれないけど、それでなんか売り上げが今多少上がったとしても、なんかそうやって例えば版権料とかいろいろ割いてるリソースに対しての売り上げのリターンっていう風に見たらやっぱり薄いなって思っちゃうし、やっぱすぐになんか息切れしちゃって、それこそ去年の夏みたいなことがまた起きるんじゃないかっていう不安で、しかも今9周年からまだ1ヶ月くらいしか経ってないのにもうそれやっちゃうのっていう、それ大丈夫なのっていう不安がね、僕すごくあるんですよね。まあでもそうでもしないと売り上げを維持できないのかな。僕はまあ理想を言わせてもらうなら、やっぱり量よりも質だと思うんですね。一つ一つのイベントコラボも含めて、力を入れてもらって、でその期間はそれだけをじっくり楽しんでもらう、その方が、まあ、キャラクターにも愛着が持てるし作者も嬉しいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。けど
コラボに他のコラボを重ねたりとか、その自社のでかいイベントを重ねたりして、とにかくガチャを実装しまくって売り上げを保つっていうのは、これはもう至極当たり前ですけども、プレイヤーからすれば単純にしんどいですよね。いくらガチャが増えたとしても、こっちが出せるお金って限られてるんで、そんなにガチャバンバン連発すんの、じゃあもういいよ、どうせ引いたってこれインフレですぐ使えなくなるんでしょ、もうバカらしいわってなりますよね、さすがに。そういうのはやっぱ楽しくないかなって思いますね。まあシンプルですけど。だからまあ一つ一つのそのコラボイベントに力を入れていってほしい。そのなんか重ねて重ねてっていうのじゃなくて、なんか一つ一つなんか丁寧にやっていってほしいな。で、その運営とユーザーのなんか温度差っていうのをちょっとでもこう縮めていくような工夫っていうのをなんかこれからもしていってほしいなっていうふうには思うんですよね。ストリートファイターのあのコラボダンジョンとかはね、結構そういう片鱗が見えたのでいいなっていうふうに思っていたんですけども、なかなか続かないなっていう感じですね。はい。これからちょっとずつ治っていくのかな？わかんないけども。はい。そんな感じで、まあ、フェイトコラボに対する反応が今回非常に多かったので、まあ、僕からも少しこういう形で触れてみました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。